ちょっと待って。ほら。そう今ねあの実はあの四発しか。こんにちは。入れ替えよ。お疲れ。部長。今日来るかわからなかったわ。おお、俺も来たよ。俺もじゃないんだよな。部長。準備できた？え、どっち？僕取り手使うよ。オッケー。入ってきてね、うずはくん。はい、行きます。スタート。よい、スタート。もう行ける？入った。え？飯食ってない？ね。飯食ってるやつ。そこ行けるんだよ。もうなんか最近調子良かったのにまた重くなっちゃった。ちなみに何食べてんの今日は？海鮮。海鮮。海鮮。ランケーブル食べてる。うわ。ランケーブルうまいよね。好きだね。え、つかさ、マッチ早すぎない？マッチ爆速だね。確かに全員最終回。触れます。体じゃないだろこれ。そんな早いことある？でもなんかプレマス隊と D3 マッチの間になんか1個入ったっていう噂聞いた。え？ジャンプマスターだ。着地は任せな。噂でしょ。どうなんだろう、ね。ウェセ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 。何それ？元ネタ何？噂説明して。ウエセウエセウエセ。あ、自作曲ウエセ。いやいやいや。アレク？シード？アレトゥー。お腹すいたなぁ。何食べる？海鮮？海鮮か。悪くはないっす、ね。じゃあ松茸とマグロどっち？何その二択。どっち？え？松茸。うん。海鮮丼と松茸の炊き込みご飯は？ちょっと待ってお腹空いた。やばい。やめてそれ。海派か山派かみたいなそういう感じ？今回のチャンピオンを紹介。夏どこ行くみたいな。そう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 。やっぱ海だよねみたいな。見失うわ。山か。海鮮山鮮のもさ。あれとー。降下する。こらえて。後ろいる。いやーね、これ。あれとー。やりましたわ。え、海鮮山鮮のもさ。そういうことになるのかな。それなんだっけ、なんて認めたくはないけど。それなんだ。これダメだ。食べよ。頭が。頭食べますか。頭食べるわ。クズハの脳みそ出た。うえ珍味。でも多分昔は人間の脳みそとか食べられてたんだろうな。今回のチャンピオンです。こう長い歴史の中で食べた人一人はいるんだろうな。いるだろうね。一人どころじゃないんじゃない。私がジャンプマスターだ。いつもだったら下じゃなくて上に飛んでいくけどね。どこ？今日アレクシード絡みづれえな、なんか。え？暗号多い。北センチネル諸島。あれもしかして俺の頭が回ってないって。まあ、北にありそうな諸島はいっぱいあるけど。やばいでー。立ち入り禁止の島なんだって。うん、白色だね。さすが吸血鬼。長い長いだけあるな。なるほど。うん、さあ、ありがとう。シールドセル発見。ありがとう。そんな褒めてくれて。最高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 。さっきから言ってるな。教えて何なのか。うえしえうえしえうえしえ。リスナー分かる人いないのかな。知らない、知らない方がおかしいのこれ。いや僕も知らないから多分大丈夫ですよ。ない、それさ乗ったままドローンできないんだっけ。さっきのやつ結局何なの。
え、なんか呪文みたいな。さっきの敵はダイヤぐらいじゃん。気をつけな。新しいキルが誕生だ。ウェセウェセウェセ。これ何なんだよそれマジで。ウェセウェセ。何？え、ちょっとリスナー分かってんのかな。今日脳みそ俺と同じぐらい溶けてる。いや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 。あ、そんな人数なの、まあ、確かに。あったくさんありがとう。カナイティ入ってきた。あ、上がってきてんのか。うん。誰かが俺を破壊した。また新しいの買ってあげるから泣かないの。はい。どんな感情の声それ。悲しいの嬉しいの。何の時の声それ。これ殺意。殺意。じゃあ買ってやんね。エシディシなんだ。ねえ、めん。なに？え？思い出し笑いです。おにぎり、サラダ。どうしたの急に？グリッドに入ってこないことだな。何頼もうかなと思って。おかか。いや、これはレッドブルを。3本ぐらい頼んで3本ぐらい来てるんですよ。やばいやばいやばい。で無理やり勝つ。うわー、危険危険。なんかさ、うん、何？テキサスヒューストンから電話かかってきたのだけど、ウーバーイーツ。これ絶対さ、ウーバーイーツ本社や。え、本社なの？本社っすよ。何の電話だったんだろう。住所分からなかったんじゃないの？そんなこと今までなかったけどね。もう注文したやつ届かないとか。君を殺すことになるかもしれないパスファインダーだ。そしたらもう俺一生頭このままだ。こっちで一応キャンセルしときましたみたいな。なるほどね。ちょっと取ってこよう。あ、おにぎり。俺もちょっと温めてきます。今日もカニとイクラおにぎり。うわ、やっちゃったんだ。海鮮系ね。海鮮丼実質。で真逆からまた来てたから。サラさん食べながら麺すすれるの強いっすね。いや今鼻から麺すすりながら喋ってた。せめて口ですすって鼻から喋ってほしかったな。そのダウナーな感じで鼻から麺行くの熱いっすね。そうでしょ。やっぱ時間って有限だから。少しでも短縮してるんだ。うん。そういうこと？そう。待って、サラダとサラダのドレッシング頼んだのにサラダ品切れだったせいでドレッシングだけ来たんだけど。ふざけんなよ、その電話。私より楽しくなりそうだね。仕事の邪魔しないでね。おにぎりも一個足りてない。どういうこと？どうしようこのドレッシング。レッドブルに入れて飲むか。フェニックス鈴木。ただね、ただ。オッケー。生身入ってる。あの全部合ってる。全部もう。カス。二人とも消してる。オッケー。終わり終わり終わり。カスっていうのはダメージアップで彼をバカにしたわけじゃなくて残りの体力はカスっていうことの説明だけさせて。奴らも注目してた。ドレッシング飲んだら急に冴えましたね。そうでしょう。やっぱり油分大事だからね。大事なのかな。シールドをリチャージ。どうしたどうした。お前どんどんこう距離詰めてきてるな。笑い方ちょっとバカにされてきてるな。そうなんだ。これ怖いな。欲張ってポータル前に出して挟む感じでもよかったし、ブラハ一本フォーカス合わせて落とすとか、なんかちょっとこうみんなの意識変われば全然勝てたと思うんだよな。確かに意識変えてこう。
水取ってこよ。何も。よかった。フォーカス。目の前にいたら、手が出てたかもしれない。よかったですね、捕まらなくて。危なかったわ。感謝してくださいよ、本当に。1本2本言ってたかもしれない。言ってるそれ、この人。48。ちょっと割れかけ、そっち落ちる、落とした。ナイス、ナイス、ナイス。ここ、ここ、ここ。ジム、ジム160。ナイス、や、ナイスって言った、言っちゃった自分で。あと1人。俺の目の前、割れてるよ。OK。え、なんで？ちょっとやったか。周り見る、周り見る、周り見る。こっち側はいないわ。自分のこと褒めちゃったな、今。ナイス。ナイス。ちょっと恥ずかしくなってた。恥ずかしくなってた。そういうこと言わないの。言わなきゃダメだから。ナイス。ナイス。結構なんかどのキャラもありだなってなっちゃうな。なんかブラックホールとワットソンってどっちが勝つ？とりあえず今はワットソンじゃなくていいんじゃない？ビビってんすね。いやビビってねえよ。ウィー。ビビねえよ。ウィー。じゃあ次なんすか？デブダント？ジブ。ジブはむずい。ジブはダメなんだ。ジブはねえ。ビビってんだ。ああ！なんて？あビビってんだろ？あ？煽りたいっす。殺しちゃうよー。守り体勢マイナス側に振り切れてんだ。ダメージ負けたやつの皮を剥ぐ。いいよ。で親族に送る。待って待って待って。絶対カナカナに勝てないから実質これ1対1の勝負。俺らがそうだ。僕も。俺たちも砂持とうぜ。完全に打ってるからな。シールドチャージ。ラグね、わかんない。これリログとかできないしたっけ、このゲーム。ね、オルト F4 で落とせば一応できるんじゃないかな。落とすのやばくない今。だってスイえイリジムいるよ。そう、戻ってはこれ生きていけるかは別として、私たちの仲間は強いです。ちょっと待って、見とくね。そんなせめて室内だろ。せめてどこで大丈夫。今回いる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 、来てる。え、いる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 。そうだよね。おいおい、マジやばい。時間稼いでください。いや無理だと思う、この位置。いや普通にうまいし、うまっ。俺死ぬかも。俺死んだらごめん。逃げよ、そらさん。あれ死んでる。そうだろうね。なんで？そこで落としたら、まあ。なるほど。あ、でもラグに倒れました。なんだ。まずい。まずクズハ先般ポイント4。よっしゃ、引き継いでんだ。でも俺も今4だから自己採点接点だ。これマジ意外とあのウルト飛ぶよな。ちょっとアクティブなチームだったね。待たれてましたね。ちょっと落とすときはさ隠れようよ。さすがにそれほど楽きつくてごめん。あれでも全くつながった。なんか聞こえたな今な。まぶたの皮剥ぐわ、まぶたので。どっちまで行ったら、生徒作りのこういう
さあ、とりあえずな。左は見えないっす。最悪ブーストで抜けるよ。トラさん、横の人がうるさいです。黙らせて、ちょっと。すっごい。ここいるわ。暴れてます。足当たった。オッケー。トラさん、横の人が。トラさん、横の人が。これ、いつもこうだから。ごめんね。ちょっと、うちの子。最近落ち着きなくて。ちょっと、ちゃんとしてください。は？待って、いや、乗ってていい、乗ってていい。それ動かなくなる、アークスターやったら。あ、動く？いや、乗れてる、乗れてる。え、これ何？アークスター刺されたんだよね。刺したん？刺されたん。え、初めて見た。アークスター刺されると動かなくなるんだ。色は敵。アークスターは、不能になります。だな。偶然死んで。レイス瀕死ね。たまたま当たれ。諦めよう。あ、いる。うっさーん。今のは取り消しだ。いるかと思ったら、あ、いたわ。うん、めでぎ。いいぞ、置いてって。手が逃げまーす。敵かなって思って敵じゃなかったって思ったら敵だったわ。いるかもとかね、あるよね、そこはね。足音した方向見たらちょっと味方いたから、味方かと思っちゃった今の。まあいるかもって時はスキャンしたらいるかもって言ってくれたら。いるかもって思ったんすよ。そうだとマジでもうビビらせただけかよって思っちゃったよ。つか思った。あ、違ったんだって思って嘘って言いました。視点外しちゃった。いや、でもちょっとこれは、俺のクゼハリ解度が低かったのも問題。このゲームいるかもしれない。今のは、賞味事故。リングのカウントダウンが始動。クゼハリ解度が高ければ、あ、そういうことか。いるかもってことね。そう、むずくないいや、俺は完全に今勘違いだと思ったんですよ。いるかもの時はいるかもって言うんで、でいるって思ったらちょうど左側人走ってたからその音かって納得しちゃったんですよ。なるほどね。完全強靭ムーブだったもんな、知らないやつ見た冗談言ったのか、気のせいいるかもしれない、あ、気のせいだったなのかが分かんなかったことですよね。そうそうそう、うっそうの時はいるかもって思ったってことか。いや、そうやってお互いを少しずつ理解していけばいい深め合ってね。うん、いや今のこちら行こう。うまかったけど、ここにいるだろう。いや、じゃあ報告がちょっとマジでごめん。こっちへ行こう。え？報告。あ、さっきの。さっきのやつか。いや、そう。長ありすぎて、びっくりしたわ。チート報告しちゃったことに対して、ごめんなさい。いや、ちょっと思って今。何の話かと思ったわ。さっきのね、しゃあない、しゃあない。味方のワークで車あれすんのびっくりしちゃったな。でもえ、あれアークスター味方のなの？あれでもハノでしょ？え、俺っすよ。そうそうそう。え？お前それダメでしょ。気づいてなかったんだ。うん、いや俺本当に気づいてなかったんだ。トラさんの画面だけは三人称でしょ？そう。だって俺だけダメージもらってましたからね。なんか割れてたよ自分で投げて。まあ、それかなかったんだ。いや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 。ちゃんとね、これで勉強になったということ。そうそう、初めて知ったから勉強になった。味方のアークでもショートするっていう勉強になった。かなかな、こいつ、大会メンバー外さない？まだ決定してないよね。逃げるな。俺から逃げるな。だから大会までに大が大で、うん、お前ら今日トロポもう8だよなんだっけそんなトロポなんか1でも許されないみたいななかったっけ
トロフォは1でもひどい目に合わされるみたいな。やったトロフォは重いんだよ、先般ポイント。そうだよね、先般ポイントは別にね、そうそうそう、本人のミスなだけだけど、トロフォーポイントはもう意図的なものだもんな。いや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 、なんか爪を1枚ずつ剥がされるぐらい重かったイメージあるんだけど、トロフォーは確かにもう両爪ねえよ。まあ、爪でなくてもゲームできるからな。右手左手の親指しか残ってないよ、爪。十分。かわいそうだな、でも爪は痛いだろうから、なんかまつげ全部抜くとかでもいいよ。指の神経って、うん、結構体と密接につながってるんですよ。はいはいはい。なんか針扱う人とかも、足つぼみたいな。指周りは、そう、刺さないんだけど、うん、そこに、針刺してグッて入れたらめっちゃ痛いらしい。やってみる？一回やります？一回やってみようか、じゃあ。わかんないだろ、どこがきついか。父親鍼灸師だから、細い針たくさん持ってるよ。あっ、よかったー。俺も裁縫セットにマチ針入ってた。あいっぱい入ってるね。1ポイント1本。いや、2本。なるほどね。裁縫セット持ってんの？ちなみに本当にもうないでしょ。いや持ってない、もうない、もうないかな。なんかさ、その界隈によって許されてる、うん、許されてる話と許されない話あるじゃん。 LINE がね、そう、歌い手界隈と V 界隈わりかしこうそこギャップないけど、もっとなんかさ、こうここ一人ワンパ入った。向こうに敵だよ。もっとこう何でも許されるところとさ、まあ V 界隈とかが一番あれなんかな。まあ正義マンの多さだと思う、それ。一番厳しい説あるよね。厳しいっつうかな。もっとなんかさ、嵐みたいな、なんだろう、はっちゃけてるとこばっかなところもあるもんな。はい、はい、はい。こっちが有利だ。俺もだからまだ V 界は読み切れてないから。特に俺発言自由なタイプ。撃ってる。V なぁ。V はなんか空気感が全てって感じです。空気感が全て？なんか電波していくというか、うん、一人うわあのホラーダメじゃねって言い出したら、うん、みんなダメって言い出す。はいはい、なるほどね。まあでもそれはあるよ。また一人起こせる、もしかして。くん蘇生通すってこと？ドローンでワンチャン蘇生ってことで死んでますよもう。だからドローンにのあの下のあれですか。あー、蘇生ビーコンってもそうだ。半分冗談するわ。砲弾かよ。あー回収したかった、回収じゃない、回収したかった。俺、バカ真面目にドローン起動して静止に行ったんですけど。何ポイントこれは。